その時の相手は坂本勉だったという因縁もありますけれどもね。さあ、それでは白鳥の王さんの解説、磯一郎さんの実況で第8レースです。第48回日本選手権競輪4日目の千葉の松戸競輪場です。レースはこれから第8レース S級選抜戦です。2015m、バンクを6周で争います。1番が奈良の安福陽一、2番静岡の神奈川光弘、3番福岡の山下秀綱、4番兵庫の溝口金也、5番青森の坂本勉、6番栃木の甲田光弘、7番徳島の川口秀人、8番が岡山の松枝義行、9番愛知の細川忠行。以上9人の対戦です。第8レース S 級の選抜戦です。2015m 松野33バンク6周回で争います。これが67回生栃木の甲田光弘、嬉しい特別競争の1勝ですから、これはね、白鳥さんね、これから自信になりますよね。自信になりますしね、また実際にね、強いですよ今回は。体調が良さそうですよ。もともと力のある人でね、ちょっと体調、まあ腰が悪くて去年苦しい思いをしました。そして奈良の安福陽一、今回4着3着と一乗戦一息足りませんでした。ここは山下、そして甲田、その甲田と山下がともにダービーの勝利は3日目の1レース2レースで挙げてるんですよね。そうですね。甲田が第1レースを逃げれば2レースを山下が逃げ切っております。第8レースの S 級の選抜戦です。6番の甲田が前を取りました。まあ、一乗戦はちょっとね、前の方で落車があってこうレースを見てしまうような感じがあって、そうですね、自分の力を発揮できずにレースが終わってしまいました。甲田、その悔しさを2走目にぶつけております。9番細川が現在2番手回りであります。この人も一乗戦でね、小玉にマークを取ってちょっとこうつけきれなかったな、一息足りなかったなって感じでしたもんね。そうですね。まあ、後者の後ろは回るな、まさにその格言通り、小玉がこう変幻自在の動きですからね、その小玉にマークでちょっと苦しかったのかなという9番の細川です。さあ、2番の神奈川が今2番手がありました。甲田、神奈川、そして9番の細川3番手、4番手5番の坂本であります。坂本は2走目うまく久保の番手にはまりました。まあ、あの展開で負ければもうね、坂本どうしたというよりもね、そうですね、2番手から鮮やかにまくって勝っております。坂本勉、1番の安福がマークを取って直線です。4番溝口金也、そして3番の山下が7番手前であります。後ろのもつれを誘ってうまく逃げ切りました。3番の山下、8番の松枝、最後方が7番の川口であります。3部戦ですけれども、問題は5番の坂本がね、中段を取って、そうですね、まあ、仕掛ける先行することはないでしょうから、まあ、先行は3番6番のね、まあ、3番がおそらく先に叩いて6番をの甲田を下ろしてですか、甲田をまくらせ、まあ、すらせるようなレース運びをするんでしょうね。うまく先行争いに持ち込んで、まあ、坂本としては中段からまくりたい。そうだから、ですから3番6番が主導権争いをしてくれれば、はい、余計坂本が力発揮できるわけですね。その3番の山下がじりじりっと前の方に上がっていこうかという感じがあります。さあ、3コーナーから少しペースを上げていきます。3番山下、後ろ8番の松枝、そして7番の川内と瀬戸内勢がマークを取ります。さあ、4コーナーから早くも6番甲田を抑えて66期生の山下が先行を取りました。山下先行です。67回生の甲田は中段ですが、後ろから7番の川口がちょっと遅れたタイミングで3番と取ります。さあ、先行3番山下、甲田が中段ですが、坂本のインコースに、坂本がインコース、外にいるのが甲田です。中段の4番手、さあ、4番手攻防になった。内が坂本、外が甲田、内が坂本、外が甲田、まだ4番のラウンド直線です。先行山下、先行山下、瀬戸内勢が絶好の展開。しかしホームからまた甲田が踏んだ、また甲田踏んだ、しかしちょっとアウトに浮いている感じ。3番手上がった、3番手カウンチの外、それから2番手に迫っていく。しかし先頭山下、山下先頭、2番手は松枝監督。さあ、第3コーナーの君、また行った、また甲田が、また甲田が粘っていった。甲田行った、甲田行った、じりじり先頭、甲田先頭、後ろから5番の坂本勉、甲田が、甲田、甲田が勝ったか、甲田か5番の坂本か。それでは栃木の甲田光弘選手にお話を伺います。おめでとうございます。おはようございます。直前でレポートした甲斐がありました。そうですね、昨日も
レポートしてもらって今日もされたんで、またこれインタビューに来れてよかったです。まずはここ2勝ということですけれども。そうですね、日常戦にはいけなかったんですけど、負け戦でも1着取れてよかったです。さあそれでは白鳥さんと一緒にレースを振り返ってください。お願いします。小田君、だいぶ今回は体調は良さそうですね。そうみたいですね、はい。やはり練習してても気持ちの上ではかなり乗ってたんですか。そうですね、初参加っていうこともあってちょっと気合い入れて練習してきました。もう主導権を取ると先行した方がむしろ粘り強さだんだんかかってくるタイプですね。そうみたいですね、うん、今日はまあ3番手でね、坂本が常にもうお宅の後ろを最後取って、こうね、もうすっかり当てにしてあと4コーナー勝負を狙ってみたいですけど、だん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 とこう粘ってきて、もう坂本選手寄せつけなかったもんね。ホームから行ったんですけど、なんか少し出が悪かったみたいなんですけど我慢して。でもやっぱり粘り強さがあるからいいですよ。そうですね、競輪はね、やっぱり粘り強さがね肝心でね、いくら瞬発力が良くてもそれに位置がもう溺れてしまう場合があるからね。それより もう早め早めに仕掛けていけば、高田君の場合はかなりあれですよ、力はもうこれから上位とも苦しめるレースできますよ。そうですね、頑張りたいと思います、うん、頑張ってください、はい、どうもおめでとうございました。おめでとうございました。それでは確定の方をご紹介しましょう。はい、第8レースは1着6番高田光弘、2着5番坂本勉、3着8番松枝義行、連勝単勝です。はい、第48回日本選手権競輪4日目の松戸競輪場です。いよいよこの第9レースから二次予選であります。2015メートルバンクは6周回で争います。その高橋光弘を先頭に各選手が入場してまいりました。予選は波形マークから直線抜け出しました高橋光弘、そしてその後ろから高谷が来ました。特別選抜予選では果敢に沢田と吉岡に先行を挑みました高谷正彦、そして第3の男山田裕二が最後に発送機に到着しました。第9レース二次予選です。1番が群馬の高橋光弘、2番青森の高谷正彦、3番が富山の稲積秀樹、4番岡山の星島和成、5番福岡の平田隆明、6番熊本の坂井博文、7番が神奈川の高橋健、8番は静岡の笹野井武春、9番岐阜の山田裕二、以上の9人の対戦です。第9レース二次予選競争、細かな雨がバンクを打っております。今日の松戸競輪場です。二次予選は2着までですが、山田裕二一次予選からの出発、ジャンセンコーから鮮やかなスピードを見せたんですけれども、後ろ回りの安田に差し込まれております。そしてこれが高谷と稲積、稲積は山田マーク、そして高谷は果敢に山田に先行を挑みます。高谷が沢田の先行をまくろうかなという感じでね、白鳥さん、特別選抜予選で果敢に挑んでいったんですけどね。そうですね、吉岡にまくられて敗れております高谷正彦です。まあ、あのレースはまくったあの吉岡のね、強さに圧倒された競争でしたけどもね。さあ9番山田裕二が先行を取ります。山田裕二先行です。3番稲積がマークを取りました。平田が3番手、平田3番手です。まあ、平田が予選3着ですから、ラインの3番手っていうのはね、厳しいですよね。厳しいですからね、今までの状況ですと予選3着の人はもうちょっとこう準決勝難しいですもんね。3着ですよね。そうですね、やはり2着まで食い込みたいところ。5番の平田、6番の坂井がこの後ろ回りであります。坂井が現在4番手、5番手が7番の高橋、そしてその高橋の後ろに2番の高谷正彦ですが、高橋が車を引きました。したがって高谷がこの高橋がずっと車を引いて8番の笹野の後方に引きます。3分線の展開ですけれども、先行9番山田、2番手3番の稲積、3番手が5番の平田、6番の坂井がマークを取ります。そして高谷正彦が中段5番手、あーっと高谷の後ろもどうでしょうかね。
星島が外、もう行ってますね。行きましたね。高橋光弘がインコース、縦のスピードが高橋、そして横に強い星島が並んでおります。そして静岡の笹野井竹春が後方の8番手まであります。あるいは第3選考の形になるかどうか。笹野井、高橋、武志が下ります。3部戦かあるいは4部戦か、九州勢が果たしてどう動くのか。さあ残り3周です。山田裕二がどうでしょうかね。このまま先行切るかどうかですね。そうですよね。もう来ればもう早めに引いてすぐに巻き返しでしょう、うん、ただ高谷としても主導権取りたいでしょうからね、もう出しを赤番かんだらもう出てしまいますよね、山田は。そしてしかしこの高谷の後ろにいる8番の笹内も付けを伺っている感じですもんね、やはり高谷ですね。高谷でしょう、はい、高谷が動いて、さあ星マークを取って一旦引いた高橋がどこで追い上げていくのか。さあ2番の高谷の先行です。外から高橋追い上げて、その外を8番笹野行きました。さあ笹野井が高谷を抑えました。笹野先行です。笹野先行、2番手7番の高橋武、3番手が2番の高谷ちょっと離れた。そして後ろ攻防はどうやら競い勝った星島、高橋浮いた。そして9番山田裕二、6番手第4コーナーあった。先頭第3先行の笹野が飛ばしていきます。2番手高橋、3番手追い詰める、2番手高谷、そして後ろから山田行った。山田と高谷力勝負になった。高谷が先に山田ついている。高谷と山田どうやらこの両者の一騎打ちに絞れた。横回った。先頭2番の高谷先頭、山田猛追ですが高谷勝ちました。高谷強い。鮮やかな表情でこちらに登場してくださいました青森の高谷雅彦選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。山田選手との力の勝負になりました。はい、そうですね、良かったです。まず勝って良かったです、はい、実感こもってますが、それではレース振り返ります。白鳥さんお願いします。はい、高谷君、はい、絶好の展開のなり、ま、いい位置になりましたね。まくりの、そうですね、高谷君の持ちはまくりの得意とする位置、3番手、もうこの時はもう締めたと思ったでしょ。はい、あとはもう後ろの山田選手の来るのを見ながら合わせて踏めばいいんですもんね。そんなこと全然考えてないです。考えた、はい、ちょうど同じタイミングでね、山田さんも巻き返してくる、一緒に、もう絶好の展開だったですよね。でも今高谷君調子いいね、今回もね。いや、そんな調子がないんですけどね。もう無欲でこれからね、レースに臨むことだわね。あ、そうですね。あ、そうするともう優勝までいけるかもしれないよ。頑張ります。頑張って。はい、それじゃあ、出ましょうからも一言言いましょうか。いやいや、本当におめでとうございます。ねえ、もう若さちきれるっていう感じでね、いい男ですよ。発走寸前にね、こう最後2番と3番車の人を映った時に、高谷選手がなかなかキリッと引き締まったいい顔してるなと思ったんで、寸前にお顔見た時に、車検って買えないのかなと思いました。勝ちそうな、すごくね、いい表情なさってましたよ。そうですか。お話してる感じの声はとっても控えめな感じなんですけれどもね、レースは積極的で男らしかったです、はい、おめでとうございました。じゃあぜひ、友人親王杯のように準決勝ね、そうですね、頑張ってください、はい、どうもおめでとうございました。はい、それでは第9レースの結果です。1着2番高谷雅彦、2着9番山田裕二。相変わらず、濡れているバンクでありますけれども、競争は強く速くですね、魅力的に展開されていきます。では、白鳥信夫さんの解説、磯一郎さんの実況で第10レース二次予選です。はい、第48回日本選手権競輪二次予選最後の競争を迎えました。距離が2015m、バンクの方は6周回で争います。1番が千葉の東出武史、2番京都の松本人志、3番が福岡の古川圭、4番愛知の市丸康隆、5番神奈川の高木隆博、6番群馬の大河原和彦、7番が京都の伊藤康文、8番東京の広川貞治、9番熊本の中塚紀生、以上9人の対戦です。第48回日本選手権競輪松戸競輪場二次予選最後の競争を迎えております。地元の東出武史、高木マークから直線の勝負にかけたいところであります。
そして特別選抜予選周りの松本人志、その特選では果敢な番手まくり、これが予選鮮やかにまくって快勝した高木貴博、まあ、去年は全日本選抜で4着、そしてオールスター2着でなんとかそのあたりから、ね、復活してきたんですけれども、白鳥さん、また一頃悪くてここに来て完全に復活のアピールをしましたね。そうですね。さあ最後の日予選競争スタートしました。東京の広川が先行を取りました。広川先行を取ります。まあ、この競争も動く選手が揃ってどこからでも動いていきそうな競争になりましたよ ね、 結構動けますからみんなね、はい、大河原が追っております。それから4番の一丸です。この一丸も初めてのこのダービーで一条線果敢に外の攻めてね、よく残ってましたよね。残ってましたよね。3着でしたが4番の一丸、それから7番の伊藤康文、松本がマークを取ります。京都勢中段です。そして1番の東で5番の高木がこれをかわして6番手に上がろうかという体勢です。3番福岡の古川圭、最高峰が9番の中塚紀勢であります。2周回目の向こう上面でどうやら体勢が固まりました。どうやら各選手のポジション決まりました。前段が広川、そして6番の大河原、関東勢が前段です。京都の伊藤が3番手。伊藤がなかなか一次予選のかかりが良かったですね。良かったですからね。まくった岡部が一射も抜けないぐらいバックがかかってましたよね。もう主導権を取るとものすごい力を、ね、発揮しますからね。ルーキー伊藤に2番の松本がマークを取ります。松本もなかなかね、3コーナーから果敢に番手をまくってね、出ていったんですけどね。そうですよね。サードの先行を使った松本人志、そして4番の一丸が一応このラインであります。5番の高木は現在6番手回り、これは現在3番古川圭8番手です。さあ第4コーナー回りました。残り3周です。どうでしょうか、3番古川あたりがちょっとこうアウトにしきりに車を出すんですがまだ動いてきません。なかなかこう細切れですから、細切れです ね先行すると辛いところもあるかもしれません。そうですよ。高木、さあしかし高木が来ました。格上の高木、しかしながら伊藤が抑え込んでいこうかという感じであります。中段から伊藤が飛び出して残り2周の赤番です。さあ伊藤の先行、高木が中段で位置を取って外から3番古川圭、さあ今度は古川圭が3番手を伺っていきます。内側に高木、これをブロックして高木が3番手を取りました。先行する京都勢を追って高木が3番手、インから今度は10、内から10行きました。若い10がインコースから高木を救い込んでいきます。さあ3コーナーから4コーナー、先頭7番の伊藤、2番手は松本、4番手は松本、3番手は5番の高木、インコースの10。さあこの予告同士の攻防です。それから1番の東でインに入った8番の広川、あとは3番古川家、第2コーナーから向こう正面、さあ京都勢飛ばしていきます。伊藤先頭、後ろからは古川が渾身の負け、3コーナーの川で一気に巻くて赤い帽子、3コーナーから4コーナー、先頭まで伊藤、2番手から松本、外から高木が追いすがって松本か、松本勝ちました。そして力でなんとか高木が2着に入ったようであります。激しい攻防になりましたが結局は格上両者、2番の松本、そして大事レース勝ちました京都松本人志選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。激しい攻防になりました。いやもう前の伊藤君強かったですね。でもその辺はきっちりと決められて1着ということで、いやもうあんだけね前の選手にいいレースしてもらって僕は負けるわけにいかないなと思って、はい。それでは白鳥さんと一緒にレースを振り返ってください。お願いします。はい、松本君、今日は好目標でね、あれでも勝たなきゃね、あれで僕食われてるではね前に申し訳ないんで、本当あれで食われてるじゃん本当に、ね、はい、いやそれが火を吹かしてね強かったですね。だからね松本君がついたからね、もう早めにもう密杯吹かしちゃったのよ今日はね。そうですね、あそこで赤番からね割れて踏んでたんで、でも強いよね実際、本当に強い。いやね5番がまくってきてるのがなんかね、ちょっと分かりにくかったんですよ、ね、後ろずっと外見えてたんでね。5番がね終始4番に競られちゃったの力、はい、でも本当にますます京都はいい選手が出てきたんで2人いますしね、はい、どっちも強いんでね、僕は助かります。やっぱりさらに力を磨く気なんでしょう。そうですね、まあ、僕がねみんなと一緒にずっと走れるように、
やっぱり松本が引っ張っていかないとね、はい、そういう位置にいられるようにね、あのアドバイスできるような位置にいられるように頑張りたいと思います。頑張ってください、はい、ありがとうございます。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。はい、第10レース、はい、確定を申し上げます。1着2番松本人志、2着5番高木隆博、3着4番一丸安隆、連勝短式2と4の組。この人は勝ってもまた優勝もある。他の人は勝ったら厳しいかなっていう、なるほど、データ的には。では磯一郎さんの実況、白鳥の坊さんの解説をお楽しみください。はい、独占シード勝ち上がりましたベストナインが登場してまいりました。ゴールデンレーサー賞2015m 番号6周で争います。そのゴールデンレーサーを3回過去に取っております。滝沢正光を先頭に各選手がスタート時に到着いたしました。さあ、1番が千葉の滝沢正光、2番岡山の小橋正義、3番栃木の神山雄一郎、4番滋賀の内林久典、5番福岡の吉岡利正、6番熊本の西尾義樹、7番大分の大竹慎吾、8番岐阜の浜口隆明、そして9番熊本の横田勉、以上の9人の対戦です。独占シード勝ち上がりました9選手、初日は神山が東の正横綱らしい安定したレースぶりでこのゴールデンレーサーに駒を進めております。そして2日目が圧巻、新旧の怪物が豪快なまくりでこのゴールデンレーサーに進出を決めております。その2日目の最終日、マシンのようなスピードを見せました福岡の吉岡俊馬さん、そして栃木の神山雄一郎、昨年と同じように特別選抜予選は2着からの滑り出し、そしてこれが人間味あふれる怪物滝沢正光。ベストナインの対戦です。ちょっと白鳥さん牽制でしたね。やはり吉岡が受けて立つ構えであります。そうですね、まあ、あの2日目の特別選抜予選がね、本当にこの吉岡と滝沢がまくれば吉岡がまくればということでね、そうですよね、素晴らしい競争になりました。その吉岡が先行です。6番西尾義樹が現在2番手、3番手が2番の小橋正義であります。昨年の駿府ダービーは予選からの出発で、ね、この小橋が勝ったわけですけれども、その小橋正義、完全に追い込みとして日本一の位置を築いております。そして7番の大竹慎吾、9番横田勉が現在中段回り、そして1番の滝沢正光まあこのライン的には地域は違うんですが、それぞれポジションがありますからすんなりと並ぶとは思いますけどね。そうですね、まあ、それぞれ先行といいましょうか、動く選手の位置取りということになるんですが、吉岡が受けて立つ構えで正攻法、そして小橋とどうでしょうかね、やはり大竹が取り合いですね。やっぱりね、はい、そしてそのラインを追って9番の横田勉が4番との位置、6番の西尾義樹、ああこれは場内から声がかかるのは小橋と大竹のこのマーク戦ですね。やっぱり内が不利だと思ってね、みんな2人で とにかく外外入れ替わり立ち替わりですね、まあ、小橋も今は本当に競り合いでも何度も絶対の自信を持ってますもんね。そうですね、小橋と大竹、そして横田がこの後ろ、6番の西尾のマークであります。その熊本勢の後ろ、1番の滝沢正光、8番の浜口がマークを取っております。そして3番の神山雄一郎、昨年のゴールデンレーサー、4番の内林がマークを取ります。内林が駿府ダービーは2着でした。さあ残り3周です。大竹としてもこのマークは離すわけにいきませんよね。ないですね。あ、神山が先に動きましたね、はい、8番手回りから3番神山がスルスルっと前の方に上がっていきます。滋賀の内林がマークを取りました。さあ3番神山雄一郎、3番手のアウトにつけて4コーナーから残り2周の赤番です。吉岡先行です。その吉岡を添えて、さあ東西の横綱を並んで外から今度は滝沢が来ました。滝沢先行を取りました。滝沢先行です。そして後ろから今度は横田が入った。さあ新人王横田、新人王横田先行だ。横田先行、2番手は6番の西尾、熊本勢、
熊本で先行を取ります。滝沢3番手、滝沢3番手はそしてものすごい勢いで吉岡が後方7番手から入りました。吉岡が神山をかわして吉岡上がってきます。さあ打順となった横田の先行です。横田の先行、外から吉岡、外から吉岡、まだ横田先頭だ、まだ横田先頭、ぐん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 差が詰まった。さあ吉岡行った、吉岡横田を完全に捉えた。先頭吉岡先行なのか、神山の中段4番手、先頭吉岡、小橋が日本一の差し押しを差し出か、横田があった、吉岡が小橋猛追ですが、吉岡が勝ちました。吉岡が勝ちました。やっぱり強い、強いですね。打賞の3コーナーから7番手猛追して、その逃げた横田を捉えるまで一瞬かかりましたけどね、一瞬かかりましたもんね、ちょうど一瞬ぐらいかかりました。そして結局は力で小橋がマークを取って追いすがったんですが、これをまあ1車輪ぐらい、そうです ね突き放しました。福岡の吉岡と島さん、そして日本一の追い込み屋の意地にかけて小橋が差し込んできたんですけれども、ちょうど一車輪届きません。5番の吉岡と島さん、そして2番の小橋正義、初のゴールデンレーサーに輝きました吉岡と島さんであります。まあ、ドームダービーを勝って2年間ダービーはね悔しい思いをした吉岡がこの後準決勝をね乗り越えて決勝戦に駒を進めてもらいたいものであります。吉岡と島佐、そして小橋正義が2着に入っております。正式決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。いやー全部賞スピードが全然違いますね、他の人と、びっくりしますね。何が違うんですかね。粘りです、ね、粘りです、ね、スピードの持続性、持続性ですね。いや今滝沢3番手入ったからいけるかなと思ったんですけどね、動けなかったですね。全然いけなかったですね、だからむしろ浜口の方がもう仕掛けちゃったですね、神山なんかも全然後ろから姿見せなかったですからね。決定1着5番、2着2番、3着6番。11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。連勝式4番2番660円。はい、確定をもう一度ご紹介しましょう。第48回日本競輪、今日下から上がってくるね、準決勝でね一番この気をつけなきゃならないのは私は高木だと思います。はい、その名前をしっかり覚えておくとしましょう。全場所はどうですか。まあもちろん、ね、今のメンバーですけども、澤田なんかもね昨日いい足してましたよね、うん、ただ鈴木が地元でどうですかね。昨日1着にはね5冠となってますけど、やっぱり地元の人頑張ってもらいたいですね。そうですね、まあそのそれこそメンバー次第というね、そうですね、予想はあるでしょうけど、まあやっぱり吉岡、うん、ね、吉岡を苦しめてもらいたいですよ ね、その横田とか澤田とか結構先行型たくさん残ってますんで ね三宅慎ね、誰がぶつかるかというところもあるんですね。そうです、そうですね、なんですかね。あのもらってる、いいね、時計ですか。それとなんだろう、スイスタグホイヤー時計の名前じゃない。全部宣伝してる時計を、あの時計をもらったんだ。マスクで迫る道夫さんはなんかこの高谷選手って